Sato, Kazue 選手。白、近畿地区代表、Yoshida、Saki 選手。これから競技場では、九州地区代表の佐藤和恵選手と近畿地区代表の吉田作選手です。赤い帯をひしめている方が九州地区の佐藤、そして白い帯が近畿地区の吉田作です。二人ともまだ高校生です。そうですね、今大会は高校生の活躍が目立ちますね。そうですね、非常に若い選手の出場が目立ちます今年の大会です。特にこの柳川高校はですね、はい、ここ数年非常に力をつけてきた高校の一つですね。そうですね、今上になって攻めている九州地区の佐藤は柳川高校の2年生です。実はこの大会出場する予定はなかったんですが、九州地区の国吉選手が負傷で欠場しましたので、その代わりとして出場してきました佐藤和恵です。国吉選手も柳川高校出身ですのでね。そうですね、はい、先輩に代わっての出場ということになりましたね。一方の白い帯の吉田咲選手は去年の全国高校選手権72キロ以下のチャンピオンです。高校チャンピオンの吉田咲、非常に柔らかい柔道を見せますね。そうですね、このように上背は吉田選手あるんですけれども、はい、担ぎ技が得意なんですね。ですから背負い投げ、それも本当に今言われたように柔らかい背負い投げをかけますね、はい、あまり攻めがありませんでしたので両者に先ほど教育的指導が与えられました。まあ、この2人はですね、やはり宿川高校と柳川高校といいますと、もうライバル校同士ですので、おそらく高校生の大会で何度も対決していると思うんですね、はい、ですからお互い手の内知ってますから、なかなか攻めきれませんね。体重で見ますと赤い帯の左側の佐藤選手が80キロです。そして吉田咲選手の方は72キロ。試合時間は4分です。残りちょうど2分になりました。左を引いて十分の佐藤です。お互い組み手がですね、十分にいいところが取れないもんですから、はい、なかなか技を仕掛けるところまでいかないですね。そうですね、まだこれといった技の仕掛けがありません。高校2年生の佐藤と高校3年生の吉田です。この大会には九州地区の代表として柳川高校から3人出場しています。残り時間の表示は間もなく1分です。やはりこの大会に1校から3人を出すというのは、やはり立派なことだと思いますね、そして佐藤選手は2回戦からの登場だったんですが、最初の試合東京の松永を払い腰1本で破りました。その松永選手も実は柳川高校の先輩なんですよね。そうですね、先輩を下して3回戦に進んできた左側の佐藤です、しかしこの試合は両者ともポイントがありません。これといった技がかかりません。まあ、吉田咲と佐藤和恵です。1分を切ってますんで ね、 そうですね、ここからいかに攻めるかですね。はい、大外刈りに来ましたが効きません。残り時間ちょうど30秒です。これはちょっと審判泣かせの判定ですね。そうですね、これは締めに行ってるんですか。手を取ってですね、関節に入ろうとします。残り時間10秒切りました。
どうやら旗の判定に持ち越されそうです。九州地区の佐藤と近畿地区の吉田、もう時間がありません。試合終了です。旗の判定に持ち込まれました。こちら吉田、そして佐藤です。赤白分かれました。主審の判定は白。近畿地区の志賀学院高校、吉田咲が勝ちました。準決勝、準々決勝進出です。